Android の端末をセットアップしたときに、こういう画面が出ると思うんですけど、こっちってね、やったことないんで、やってみたいと思います。試しに。次へと。それで、ここに手順が出ると。こっちのスマホの設定をこっちにコピーしたいという場合ね。だから、こっちの Google 設定アプリを開いて、付近の端末の設定。こいつだと。スタートガイドが出て、次へ。そうすると端末の検索が走り、ASUS Z00LD 出てきますと。ここで言ってるやつね。それで、こいつを選択すると。お、そうすると、コードの確認っていうのが出て、その両方が同じことを確認してくださいよと。確認して、次へ。コピーしますかと出るわけですね。コピー。あれ？もう終わっちゃった。で、あとは閉じるでいいのか。で、こっちの端末はこの画面からセットアップを続ければいいと。通常通り進めればいいと。で、復元っていうふうになるんだ。さあ、これでもうアプリケーションが復元されているのかな？復元されたにしちゃ随分時間が短いんだけど、とりあえず OK。これはスキップね。はいと。お、アプリを復元しています。83個分の7。これはまだ全然時間かかるって話だね。はい、そんな感じですね。今回やった手順っていうのはこっちなわけですけど、結局ね、意味としてはこっちのコピーしないってやって、で、ここでログインをして、ここでどっから復元しますかっていうのを選ぶんだけれども、データを選ぶ代わりに実物で指定してあげると。実際はこれってこの ASUS の Z00XS なんだけどね。これを指定してあげる代わりに、この実機で指定してあげると。それだけの話ですね。そういうことなので、移行元の実物が必要なわけですし、しかも復元するときに全復元になっちゃうんですよ。こっちでやる場合は、ここでね、復元するアプリを選べるので、そういう柔軟性もなくなっちゃうんですよ。しかも、こっちからやれば、過去に使っていた端末のデータから復元することもできるので、その方がずっと便利ですよね。例えば、こっちの実機からね、ユーザーデータを抜き出して、それもこっちに復元してくれるとかいう話ならば、わざわざこの方法を使う意味もあるんだけれども、そういうわけでもないので、メリットが見当たらないなっていうのが正直なところですね。